ディハボレンドスワロー VW120 デハビランド DH-108 スワローはイギリスによる高速飛行研究を目的とした無病翼試験機である。音速を突破する成果を上げたものの複数のパイロットを事故で失っている。1945年から計画された DH-108 は抗体翼の特性を研究するために量産型のデハビランドヴァンパイアの胴体に 後退翼と垂直尾翼をつけたものである。エンジンはデハビランドのゴブリンのシリーズを搭載した。3機の試作型が作られ、最初の TG283 は1946年5月15日に初飛行した。1946年9月27日の事故でパイロットのジェフリー・デハビランド・ジュニアが死亡した。百四十六年八月十三日に二機目の TG306 が飛行した。さらにエンジンを強化するなどした VW120 がジョンデリーの操縦で1948年9月音速を突破した。1950年まで青二速から1000音速の飛行の研究のための試験飛行を続けたが3機とも事故で失われパイロットを死亡させた。デファボレンド DH108 スワロー。ありがとうございます。